大家好，这是电影，欢迎回来，我们继续《女神异闻录》的视频攻略。首先，我们来换一下人物，因为每次战斗只能使用四个人，所以我需要在这里换一下。我把这个猫换下去，换成美女。前面我们就是要打这个 boss 了。你应该从另一个房间去过去。应该是从这里走。上吧。Yes。把这个猫掉在这儿了。偷到了。可以从这个窗户逃吗？哦，可以从这儿下去。继续往这边走，继续往下跳。
探しているのはこれか。離れろ。さあ、探しいネズミめ。貴様らが探しているのはこれか。我が輩にネズミ取りなんて、ナンセンスだぜ。偽物用意してたってのか。日本画の世界では贋作は。なぜ変わってしまった。育ての父に罪を問わなきゃならないか。思い返せば、お前は預かったのはあの女は夫が死んだ後も海外の情熱。その技術と才覚には目を見張るものが。お前の母も生み出した作品も全て。クソすぎる。 メイドの土産に見せてやろう。本物。あれが本物。まさか母さん。はあ？そりゃそうだ。それはお前の母親、死期を悟った女が残していく我が子への願いを描いたもの。 原神真回事。そんな大事なもん。一目で思って手を加えて。人参共奮。絵の中の赤ん坊を演出だよ。赤子を塗りつぶせば女の表情の理由が謎になる。そこに俗人は引きつける。 と感じてた違和感。盗まれてスランプになるほど大事な絵なら複製して売ろうなんて、あんたは芸術なんて愛しちゃいん。本物のお宝はそっちでも、本人の実力はさっきの落書きの方ってこと。笑えるぜクソが。あくまでもなら私の作品となったユウスケは、そこの無礼な。 親子両方を物扱いなんて。フォックス。作品は母さんも、たまたま私の目の前で発作を。ここで助けを呼ばずに過ごせば。まさか。体の弱い女だ。発作大体ユウスケ。 おかしいと思わんかった。貴様を買ってやったのは、さゆりの真実に気づかれてはと思ったゆえ。貴様が母親譲りの火災は、着想をいただくなら大人よりも言い返せん。お前のおかげで思いついたんだ。ユウスケ。礼を言うぞ。お前を許してやる理由が、 たった今、貴様は腐った芸術家じゃない。芸術家の皮をかぶった。どいつもこいつも。お、这个家伙也要变身了。まして絵画の価値など、わしこそ思考。やばいぞ、下がれ。 哦，一个真重要的家伙。好，现在我们来对付这个家伙。 家伙，吸魔的。
不会吧，这么牛叉。这个可以护符护这个复活我的战友，别这个嘴巴，别这个嘴巴，你不能用物理攻击来打他，因为他会吸收，会吸收这个血。干掉了，食い物にされたもの。他这个家伙还挺精的。
これを。攻击力下降。哦，这个不错，攻击力居然下降这么多。我不会吧，还要打，又出来了。我这样就修复了。ベルソナ！行くぞ！食らえ！わしの好，再次干掉。让他攻击力下降。
不会吧，又活了。試しにやつ、やつを塗りつぶす。俺ならいつでも行け。ああ、让谁去呢？私ならオーケーだよ。俺ならいつで、俺がやろう。任せてくれ。ペルソナ！くらえ。又来这招，有没有搞错？这下坏了，看一下啊，只能先使这个了。哦，成功了。我先まだやれる。これだな。补点血。哇，这个厉害。後悔しても知らんぞ、大人。渡辺。用这个复活药复活。好，刚才那招真是明智啊！结束吧。嗯，还没有死。这下可以挂掉了吧？还没有。好，这下挂掉了。我1200的经验，18级，哇，全都升级了，我那黑猫也一起升级了。
よし。熱い技じゃねえか。この技、早く使いたいものだな。真の芸術など誰も望む。わしだって被害者なんだ。言い訳かよ。美術界は所詮金の世界。金なしではのし上がる。なあ、ユウスケ、お前ならわかるだろう。金。もう戻りたくなかった。外道か芸術の世界を語るな。お前はもう終わりだ。助けてくれ。看要让他忏悔。これまでの罪を。約束しよう。あやつは来ないのか、あの黒い仮面の。你在说谁？黒い黑色面具。誰？まさか。除了我们之外，还有其他入侵者进入了这个殿堂吗？又上车。優秀の美くらい、せめて自分の作品で飾れ。ユスケ。おい、待ってくれ。目的地が消去されました。又解决了一个。一応成功か。つか逃げし。さゆり。母さんとかってこんな場所で。まだらめの歪んだ欲望の正体が。これを書いた母さんが知る由もないのか。アトリエにある本当の本物は無理皮肉だが、今やこっちが真実の。すっごくいい絵だね。それに時間はかかっちゃったけど。感謝して、だけど今さらこの絵が認め。选什么的很遗憾，他一定已经很满足了。选他一定已经很满足了。そうかもな、この母の表情。名声の。これが母さん、この絵を見た時の衝動。やめろっつーの。品性がないぜ、龍二。つか。这小子干嘛呢？俺らはこれからも大物狙ってくけど。なぜ？继续找大咖。クソみてえな大人とか社会？大人の身勝手に苦しんでいる奴らをさ。勇気か。与えて抗う勇気ってことだろ。まあな、全員がいいけど。己次第ということか。なら今の俺と同じだな。それにパレスとやらの探索をすれば着想の。本当絵のことばっかだな。美しくない計画には乗らないぞ。大丈夫。わ。それにターゲットは必ず全会一致で選ぶのが決まり。どうだジョーカー。ユウスケがいれば予告状もハッタリが効いたのになるぜ。全是男人、很可靠。期待には応えてみせる。しかし気になるな、我が輩たち以外の侵入者か。黒い仮面ってだけじゃ個人と。所以还有一个人。
也能侵入他们那个殿堂，但是不是这几个，是新人，黑色面具。けどもう確かめらんねえよな。パレスなくなった。マダラメを探ってみよう。平気？何かあれば連絡する。じゃあ。画家と怪盗の二足の一度きりの人生だ。それもしかし侵入者の件は。又到夜间啦。二人目の大物もやって、しかも新しい戦力。いや、順調。不合大意。很高兴吗？我が輩たちの天下も。それにしてもお前五人目のペルソナ使いだぜ。戦術の幅もだいぶ広がる。それに怪盗に神秘眼は欠かせない。その点ユースケは芸術家なんてそうはいない逸材だぜ。まあちょっと変わってるけど。芸術家か。我が輩ってどんな人間だったと思う？人の欲望の塊に他にも異世界での変身だ特別だけどやっぱ我が輩って这人类是妖怪是猫吧我真的不知道是妖怪化け猫じゃね適当に返しやがってま我が輩みたいに立派な志を持っ西に困っている人あらば助け東に悪人あらば生南で歩きタバコする人がいれば注意し北で体は丈夫で雨のそんな理想的な人間だから人間に戻ればきっとあの子も你喜欢他问一下我が輩がふざけんなよ人間になったらどこ行こうかな遊園地お前どう思う还是色猫和他关系更加密切了よし现在等待班木悔改。よし。诉讼距离诉讼还剩八天，哇，还剩这么多天呢。看一下协助活动，所以还有很多天。看一下日历。哦，好吧，那今天视频就做到这里啊，谢谢大家收看，我们下一集回来再见。